2018年ブエノスアイレスユースオリンピックでの相手の腕を一本背負い投げのように抱えながらのコーチ巻き込みコーチ巻き込みは柔道の投げ技の横捨て見技の一つである。行動感や国際柔道連盟での正式名。愛不略号君。柔道かわいしメソッドでの読み方コーチ巻き込み。別名写真省内、コーチがかり、コーチ落ち、抱えコーチがり。相手に状態を密着し、 こう内ちがりのように足の内側を相手の足の内から深く絡ませながら自ら体を捨て倒れ込みながら相手を後ろに倒す技。右組みの場合、鳥は左手で樹の右袖を引きつけながら右脇で樹の右ももを挟みそのまま右足で樹の右足を借りながら樹の右袖と右足を鳥の体に巻きつけるようにして倒れ込み肩で相手を押し後方に倒す。また脇で 相手のももや足を挟まない、手で相手の足をつかまない場合もあり、相手の腕を一本背負い投げのように抱えながら行う場合もある。著名な試合では、リオデジャネイロオリンピック男子73キログラム級決勝において、王の昌平がルスタム・オルジョフに対して、この技で一本を取り、金メダルを獲得した。踏み込んだ際に、小外刈り、小外掛かり、 大外刈り、大外落ちに比べると遊びができてしまい、相手に反撃されやすい。2009年のルール改正で帯より下を掴むことが禁止されたため、足を手で取るコーチ巻き込みは試合での使用が制限されることになった。連続技、返し技として使うことはできたが、審判の判断が難しかった。後にこれらも禁止となった。なお、 行動官審判規定で行われる試合においては制限はない。組手足つかみの禁止も参照かつて行動官では独立した技なと認められておらず、足技の小打ち狩りに包含されていた。しかしながら多様化する技術への対応のために行動官理研究部で技名称の再検討を行った結果、2017年にこの技を正式に認めることになった。 三木之助河か氏、マモトードで柔道、ジーン・ゲイルハット、フランス、柔道、インターナショナル、PP、46から47、コーチマッコミ、ABCD、可能雪光、河村定造、中村良造、大悟と郎、竹内善徳、柔道大辞典、佐藤信幸、アテネ書房、日本、142ページ、 ISBN 48億7152万2059コーチ巻き込みタックルギは一度で反則負けに来年より実施ウィキニュース柔道の技名称についてありがとうございます